あかりでーす。皆さん、月末のお知らせです。ということで、3月がもう終わっちゃう4月ですね。4月か、もうなんか YouTube とか、自分のアパレルやってると、4月、まあちょっと新入社員が来るという感じでワクワクはしてるんだけど、学生の子とか、新社会人とか、まあ、4月かなり節目な感じするよね。絶対うんこしてきたね、どっかで。それか散歩してきたね。それかはしゃいできたね。はい。何と聞いて、今日なんか天神ちゃんとコラボしてて、まあ、データを見てたら、なんか本当にさ、私ここにさ、ヒアルロン酸入れたじゃん。で、ここにも入れたのね。で、ここに目尻ボトックスして、ここもボトックスして、なんか、多分、ヒアルロン酸が下がってきたのか、なんか腫れが下がってきたのか、ここちょっと内出血まだあるんだけど、なんかマジで目が重たくて、ずっと眠くて、ずっと重いの、ここ。雨だからっていうのもあるのかもしれないけど、もう、ちょっとさ、顔パンパンじゃない？なんか自分で撮ってるとさ、全然なんかわかんないよね。漏れてるじゃん。なんか自分でこうやってさ、いいポジションにしてるからさ、わかんないけど。人と喋ってるときも、マジ顔パンパンじゃないと思って。超漏れてなくない？今日めっちゃ漏れてないの。その後結構メイク直して、しかもさっき、天神ちゃんとコラボの後に、エステでめっちゃ汗かいてきたから、今顔がめっちゃスッキリしてるんだけど、でもまだね、目がね、おかしいんだよね。なんか目つきおかしくない？その笑い方あったっけみたいな。笑顔のレパートリー増えたねって言われたの、周りに。そういう風に笑うっけみたいな。笑いづらそうみたいな。これマジ、ボトックスのせいかな？かマジ腫れ落ちてきてるか、もしくはもう単純に雨でマジで頭痛やばいか。目をかっぴらいていきたいと思うんですけど、今日は3月終わりということで、今月の購入品を紹介したいと思います。2月は大きな購入品としてアルファードの動画を出したと思うから、あんまりハイブランドのものとか買わなかったかな。今月はちょっと買っちゃいました。てへ、慣れてきちゃいだね。最近なんか動画撮り始めるとおやつ求めるね。はい、今日の洋服はリウの4月発売のドットのブラウスです。可愛いでしょう。ちょっとここ開いてて V で、ここねフリフリがついてます。で、肩はリボンがついてる下にフリフリがついてます。可愛くない？めっちゃガーリーなブラウスなんだけど、これブラック着ようと思ったんだけどな。今日かっこよく決めようと思ったんですけど、ちょっと購入品でね見せたいのがあるから。最近可愛いめだけど、だけどそんな感じで今日は女神っぽい感じにしてみました。ほらこの笑い方怖くない？ちょっと目笑ってなくない？なんか目がさ、おかしいよ。重いの、まぶたが。一生懸命開いてんだけど。やっぱ絶対腹落ちてきてる。あとこれも合うかなと思って持ってきたんですけど、リウの新作バキハでーす。これリバーシブルなの。こっちはちょっとドットと被っちゃうね。これジャガードでね、リウのロゴが、ユーってしてます。オリジナルです。ね？でもこれだと使いづらい時もあるかなと思ったので、裏返すと普通のバキハ。最強じゃない？宣伝させてごめんね。こっちプレートがついてて、もうシンプルなプレートだけです。で、春夏の生地で作ったシンプルなバキハになります。内側からちょっとジャガードの柄が見えるみたいな。かわいいっしょ、これ。結構使える版のバキハを作りました。かわいい。これブラックもある。ブラックもかわいいっしょ。ブラックも、こっち総柄で、裏がリバーシブルで、黒のバキハになる。シルバーのプレート付き。これも4月入ってすぐ、販売開始なので、ちょっとすみません。宣伝させていただきました。ごめんなさい。ちょっとこれ被ってよっかな。かわいいし。あ、帽子あると落ち着くんだよね。はい、ということで、春の装いをして、ちょっと春を皆さん感じられますか ?4 月ですからね。じゃあ、購入品紹介していきたいと思いまーす。まずこれ、じゃん。サロニアのリフトブラシ。EMS リフトブラシ。SMS で見て、すぐ私影響されちゃうんで、話題になってたので買いました。ちょっと前に買ったんだけど、こういうのね、買って満足しちゃうんだよね、私。なんだっけ、これ。リフトブラシ。多分、髪の毛こうやってやって、電気流れて、いいんじゃなかったっけ。これなんか、むくみとか、取れるんじゃないのかな。髪の毛だ。使用する部位のお肌を濡らす。水とか、化粧水など。電源ボタンを押す。で、こうすんだ。あ、ボディもできるんだ。あ、フェイスもできるんだ。電流流すやつですね。ちょっとまた使ったら言うわ。これちょっと今からやるの。めんどくさい。うわ、すごっ。お腹すっ。プシュプシュなんですけど、こうやってやるんだよね。これがなんか、安いし、ツイッターで見てて、良さそうだったから買っちゃった。あ、マジでツイッターの情報ってすぐうち影響されるんだけど。なんか多分めっちゃさ、ステマとかさ、めっちゃあるじゃん。ツイッターの情報って。やばいこれみたいな感じでみんな書き出すからさ、もうすぐ見ちゃうんだよね、うち。でもさ、実際良かったら別にいいじゃん。だからさ、買っちゃうんだよね。情報っていうのは何から得たらいいかわかんないんですけれども、ツイッターやっぱいろんな情報ありますから、すぐ影響されてはいます。でもなんか良さそうじゃない？ゲットレディビズミーとかで使うわ。もう一個も買っちゃったの。これもね、あるツイートを見て多分買ったの、うち。でも開けてなくて、購入品動画でみんなに紹介しようと思って、ちょっと美容系もやってるよみたいな感じで、美容系もちょっと手つけちゃったよみたいな感じで買ったんだけど、ストレートヘアブラシ。しかも大理石柄なの、可愛くない？ちょっと選べたんだけど、大理石柄を選びました。これ可愛いっていうので結構選んだ。なんかこれで乾かす時とかにこうやってやりながら乾かすとストレート綺麗にできるし、乾かしもできるしみたいな。ボリュームを出したい。毛先のカール、なんかいいブローができるみたいな。全部みたいなって感じでごめん。ブロー、ブロー、うん、ボディブロー。ブロ
方が分かんないと。私ね、結構髪の毛乾かすとき普通にドライヤーで乾かして、ブシで溶かしながらドライヤーで乾かすんだけど、まあ、最後ストレートにしたいじゃん、綺麗なね。そういう時に美容師さんとかってこう綺麗にこうやってブローしてくれるじゃん。それが自分ではできないけど、なんかこれだったらできるのかなと思って、すごい期待を込めて買いました。しかも簡単じゃん、こうやってコンセントにぶっ刺してこうやってやるだけだから。毛先ワンカールの綺麗なストレートができたら、なんか夜寝る時もハピネスみたいな感じするので買いました。この2つは開ける機会がなかったので、今開けた。ちょっと使ってみたいと思います。またよかったら言うね。じゃあ購入品紹介いきまーす。このコーデにちょっと合わせたくて、2つ目、でっかいんだよね。じゃーん。はい、珍しくフェンディでーす。フェンディで欲しかったんだけど、もう売り切れてて、公式サイトから倍まで買いました。本物かさ偽物かわかんないけど、絶対本物だろうと思って祈って買いました。やばー、すごいでかい、めちゃでかい。まだね、届いてから開けてないんだけど、わー、せーの、じゃじゃーん、のブーツでーす。エナメルブーツかな。ここがね、 F って書いてあって、ちょっとテカテカ素材なんだけど、かなり厚底なの。え、これ可愛くない？私これ結構いろんな方が履いてるのを見て、フェンディに行った芸能人の方のインタビュー、写真撮られてるとことか、 Twitter かな、 YouTube かな、なんかで見て、え、可愛いと思って。このブーツ、あと松若翼ちゃんがインスタで履いてるの見て、めっちゃ可愛いと思って、すぐ買おうと思って、公式サイト見たらあったのね、まず私のサイズであったんだけど、カートまで入れてクレジットカード入力のところで、やっぱちょっと値段も値段だし、一旦ちょっとクレジットカード入力するのやめようと思って一旦放置してて、後々サイト見たら売り切れてたんだよね。でもどうしても欲しくて、入荷待とうかなと思ったんだけど、やっぱすぐ欲しいから、うち欲しくなったらすぐ欲しいから、前まで探したら、このサイズ残り1点です、買い付け可能ですみたいな感じで、わからない人なんですけど、買い付けしてくださって買えました。ブーツだったらまあ35とかで全然いいの。パンプスだったら35だとでかいんだよね。私パンプスだと34.5なの、34ハーフで、ブーツは35、6、7。ちょっと大きくても靴下とか履くし、脱げなければいいから、まあ足は痛くなるかもしれないけど、これは36を買いました。え、可愛くない？めっちゃ漏れると思うんだけど、足ブルーとこの色があったんだけど、やっぱこの色の方が使いやすいよね。あ、可愛い。なんかちょっと可愛くない？うち鼻つみに行きそう。あ、可愛い。これサイズこれにしてよかった。え、可愛い。めっちゃ可愛くない？いた。はい、こちらです。またインスタとかで見せると思いますので。いや、可愛いじゃん、これ。身長爆漏れ。これはマジ可愛いっしょ。これ高かったよ。23、4万して、さらに関税みたいなやつで、4万ぐらいかかった。だからまあ、公式サイトから買った方が良かったと思うけど、マジ売り切れだったんだ。どうする、これでさ、この数日でさ、入荷してたら、でも、しゃあない。もう、私は買う運命だった、前まで。めっちゃ革なブーツでした。これ大満足。なんかこの間ね、ソワちゃんとさ、ご飯行ってさ、その時に話してたんだけどさ、ほんとありがたいことに、こうやって、ハイブランドのものを買えるように自分でなってきて、そうなると逆に、本当に大事なもの買った方がいいみたいな話になって、本当にちゃんと選んで買わないとダメだよね、みたいな話をしてた。お金のね、ありがたさを知りながら買わないと、結局ね、使わなくなっちゃったりとかするし、大事に大事に使えるものを買おうね、みたいな話をしてて。だから結構慎重に選ぶようになった。選んだ中でもこれは絶対欲しかったの。ミニ丈のワンピースとか着てもさ、可愛いし、なんかふわふわ系の服着て、トラハイても可愛いし。このデザインはね、ないでしょ。しかもこの厚底感、最高。身長盛りたいっていうか、足を長く細く見せたいからさ。つまり、可愛いです。二つ目でした。じゃあ、2つ目。じゃーん。はい、やっぱりディオールー。いろいろディオール他にも少し買ったんだけど、これちょっと見せたいから、先に紹介します。お洋服です。久しぶりに買いました、ディオールの洋服。担当さんが LINE でバーって送ってくれたもので、ほんとこれ欲しいって思ったのがあって、これを紹介します。担当さんが来たら見せてくださいって言ってくださったんで、動画見てくれてると思うので行きたいと思います。せーの、じゃじゃーん、ニットのセットアップ。ねえ、これめっちゃ素敵じゃない？これね、柄がね、フランスの地図ですね。こう本編地図かな。担当さんの LINE 見るわ。絶対これはオーダーしたいですって言って、グランデーパリスというコレクションで昔のパリの地図をデザインしております。ディオール本店のある場所にクリスチャンディオールとロゴが入っております。ここだ。これクリスチャンディオールって書いてある。これ地図になってんの。色味もすごく私っぽくて、すっごい可愛いなと思ったので買いました。いつも一番小さいサイズ買ってたんだけど、バストがね、邪魔してきて、開くんよね。だから、36買いました。これ目的にディオールに行ったの、久々に。これを着まーす。じゃーん、可愛い。
帽子かぶってみよう。見える？可愛くないですか？超可愛いの。絶対うちっぽいよね。うちっぽいって思ったよ。うちかぶって思ったでしょ。ね、わかる。うちだもんなってこれ。可愛いので買っちゃいましたということです。これ高かったです。もう数えたくないや。これはまだニットだし、春物だから少し価格は、いつものディオールよりは低いけど、でも高かった。上下で30万ぐらいするんじゃないですかね。高かったんですけど、久しぶりだし、本当に可愛いなと思って買いました。大事に着ます。そして、せーの、じゃーん！シャネル！私の新入社員の子の一番好きなブランドがシャネルって言ったので、私新入社員には名刺入れをプレゼントするんですね。しかもその子誕生日があったので、誕生日プレゼントかつ新入社員ということで、名刺を買いに行ったついでに、ちょっと可愛いのを見つけちゃって買いました。じゃん！もうシャネルも値上げが半端ないので、もう私は買えません！いきまーす。せーの、じゃじゃーん！カチューシャ！真ん中にこのマークがついた。フェイクレザーになってるのかな？で作られた作りリボンのワインストーンがついたカチューシャです。つけます。じゃん！可愛くない？カチューシャとか私全然つけないんだけど、お店で被ってみたら似合うかもと思ったので、買ってみました。どう似合ってるって言って。結構私お気に入り。可愛くない？ちょっとお嬢様っぽくない？お嬢様っぽくない？お嬢様っぽくない？可愛いと思いました。けどこれ5万ぐらいかなと思って、買ったんですけど10万ぐらいしました。全部高いシャネル。気楽にこうまあ立ち寄りたい気分もありますけど、それぐらいまで行きたいですね。ちょっと暑いし T シャツとかままあるじゃん。行ってシャネルの T シャツ買っちゃって、よかったシャネル近くにあってみたいな感じになりたいけど、私には到底無理なので頑張りますって気持ちになりました。シャネルのバッグ欲しいんだよね。ハンドル付きのやつが欲しいんだよね。買えないよそんなの。しかもなんか出会えないんだよね。なかなかいつか買えたらなぐらいにいます。でラストディオールなんだけど、すっと欲しかったのが入荷したの。買っちゃったの。だーん。でかすぎて郵送にしてもらったから段ボールなんだけど、5ヶ月ぐらい待ったかな。でも買うしかないでしょと思って、すぐに切れちゃうから、こういうのワクワク。もうこれ使いたくてしょうがなくて、購入品動画で絶対見せたいから、それまで使わなかったの。私がずっと欲しかったもの、それはジャン！クッションです。めっちゃ可愛くない？このサイズとじゃん四角のサイズ、いや可愛くない？このセットで買っちゃった。これずっと欲しかったの。バイマとかでもめっちゃ調べたんだけど絶対ないの。ソファーに置きたかったの、これを。かわいい。買ってよかったって思うものに出会ったらテンション上がってるよね。動画いいね。ずっと置きたかったのこれ。だってうちのさインテリアにすごいさ合ってない？カーテンとかもさ新しくしたわけじゃん。めっちゃ可愛くなるうちの家。これでさらにルームツアーするのが楽しみになった。これを買いました。でもう一つ買ったんです。新作のクッションも出てたのでそれも買いました。じゃん。可愛くない？この私のお洋服のシリーズと一緒のクッション。黒色でパリのね地図が書いてあります。ここにクリスチャンディオールとかって。可愛くない？これは寝室にしようと思って。これねサイズが違うの。私最近寝室もリフォームしてて、枕の横に置くチビ枕がちょうど発注する前で、それをディオールにしようと思って。こっちは結構動画のスタイル的にも優しい雰囲気の方が喧嘩しないから、自分が着てる洋服とかも。だからグレーにして、こうリビングはちょっと優しい感じ、過ごしやすい感じだけど、こう寝室は結構うちっぽい方がいいかなと思って、もう寝室に黒を入れるっていうね。寝室はちょっとかっこよくしたくて。だから小さいクッションなの。これは大きい四角ね。ほんとこれの多分このサイズもあるのね、小さいサイズ。けどまあリビングにこうやって2個ポンポンって置くにはでかいのでいっかと思って、寝室は小さいサイズなの。これをもう1個買った。じゃんじゃん。2個買って、これを寝室の寝るところにダダって。よくない？家から出たくなくなるっていうぐらい、もう私めっちゃいい買い物したわ。はい、ということで今月の購入品はセットアップと靴とカチューシャと美容家電とクッション。いい買い物ができました。ということで来月は何かを、4月何かを、ちょっとまだ今買いたいものはないんですよね。これ買えたから満足って感じで。春の新作もね、どのブランドもめっちゃ可愛いし、欲しいもの出てくるかもしれないんだけど、また何かあったら来月も紹介したいと思います。あ、今月の購入品は以上です。今月もありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。ということでバイバイ。